五霊び峠山筒子の季節五霊び峠は、福島県郡山市にある峠。郡山市大瀬町と湖南町の境となる場所にある、標高876メートルほどの峠。付近の山からは、稲わしろ湖や郡山市街が見下ろせる。平安時代後期、全9年の役では、源義家のかしん、鎌倉景正が付近を平定して五霊の宮を、 造営し、鎮黙を祈ったが災害が相次いだため、この地の山中の霊石に神霊を移して、五国宝上を祈願した。この石が五霊筆と呼ばれるようになったから名付けられたと伝えられる。幕末は、戊辰戦争で、藍津藩が、薩摩藩や長州藩らの官軍の進軍を防ぐ、幼少の地となり、峠周辺には現在でも、藻類の跡が残る。また、 付近の山の頂上北側には、風神社、雨神社という祠があり、古くから水不足の際には雨乞い、嵐の際には災害のないよう神に祈りが捧げられたと伝わる。明治時代頃からは、麓の多殿や本神社の関係者が、毎年6月に参見する伝統行事が行われている。峠を林道湖霊湯道線が経由している。また、 北一鳥山への登山コースの入り口となっているほか、郡山市観光協会などでは、山津辻の名所として紹介されている。林道脇には、自動車10台程度が、駐車可能なスペースや公衆トイレなどがある。ありがとうございます。